初代の怪獣ダイモス、今映画館でやってるんだ。また独り言言ってる。うさみちゃん、帰りにクレープ食べて帰らない？行きたいんだけど、またちょっとやぼよがあってさ。残念。なんかよ。いや、その、そういうわけでは。最近おかしいよ。大丈夫？なんだか時々辛そう。美和子はいつものまんまだ。何よ、心配してるのに。伊織ちゃん、一緒に帰ろっか。ごめん、用事が。伊織ちゃんもか。美和ちゃんごめんね。しょうがない、一人で帰るよ。そろそろ行かないと。うん、私も行こうかな。美和ちゃんまたね。うん。何じっと見て。うん、なんでもないの。プリント、森村先生また忘れてる。美和子は覚えてない。でもそれでよかったのかも。美和子、またね。うん。遅くなっちゃった。いたいた。またそんな女装を。変態ね。着替える暇がなかったんだ。必要な変装だと説明したはずだけど。遅れておいてその態度は。ごめんごめん、そんなことより今日こそ何とかしてもらうわよ。うん。行こうか、位置について。こっちのセリフだ。それよりそっちの可愛い子ちゃんは？可愛い子ちゃんだってさ。まんざらでもないな。まだ出たらまずいって。黒服の仲間かもしれないぞ。 BJ が知ってるって。夏の？うさみ、夏のまでどうして？彼の案内で来たの。関ヶ原と一緒にいたロボット？なるほど、二人が揃うなら話が早い。じゃあ、起きよ、こんな姿だが。三浦だな、関ヶ原から聞いてるよ。君の目的は？軌道上にいる彼女だよ。同じ目的のようなら。あんたも16番を助けに？私の騎兵もそこにある。17番騎兵か。16番と同じく軌道上に転移したわけだ。軌道上にある招待不明の人工物だ。ここからそれを補足してはいるが、確かに何かはわからない。16番ならそれが何かわかる。前は私が触れたら繋がったじゃない。それが如月の生体 ID でも反応がない。アクセスできないんだ。その理由は谷口俊が知っている。網口くんにも驚いたけど、まさか宇佐美までタイムトラベルしてるなんて。私はもともとこの時代の人間なの。宇佐美が未来人？知ってる人って他にもいるの？
A 組のユキちゃんとか三浦くんも。え、あいつもか。アクセスできないのは井田が止めたからだ、彼女の騎兵を。井田、彼が。ああ、権限がどうとか言ってな。16番騎兵を命令権限で停止。それでか。騎兵を作った次から権限を解除できず。やってみよう、手伝ってくれ。あんたはなんでここへ。俺は助けを求められたんだ、稲葉美雪に。稲葉美雪ってアイドルの。そう、テレビ番組を使って更新してきたんだ。君たちは彼女を16番と呼んでるけど、あれはもう一人の君だよ。そうか、あの曲やっぱり80年代風にアレンジされてるけど、中学の時によく歌ったあの曲そっくりだもん。稲葉は私のハンドルネームだ。アイドルか。準備ができた、キサラギ。君の ID で彼女にアクセスすると同時に権限をリセットして騎兵も再起動される。ロックを解除して。行くよ。ダメ、騎兵は正常に起動してる。私を。そうか、井田君に停止されて。みんな助けに来たんだ、ちょっと遅くなったけど。ありがとう。アクセスは問題ない。大丈夫、ユニバーサルコントロールは私を放送コンテンツだと思い込んでいる。稲葉みゆき、あなたと同じ如月富よ。教えて、これは何なの、どうなってるの。僕も情報が欲しい。私を信じてくれる。あなたは私なんでしょ。自分を信じられなきゃ何も始まらない。私が転移したのは軌道上の司令船、宇宙計画の第2段階テラフォーミングを統括する人工衛星。テラフォーミングって今あなたたちがいる場所よ。計画の第2段階は成功している。まさか地表の開拓に使われたのは D か。あれはもともとそのための重機だった。じゃあやっぱり本当なの、ここが地球じゃないって。俺はこの目で確かめた。この街は直径 30km しか存在しない。俺は宇宙船だと思ってたけど。まさか。僕は海外の状況も調べ上げた。ユニバーサルコントロールが情報の辻褄を合わせている。彼は真実を話している。ここからだと居住区のシステム全体が見える。各ターミナルの制御もね。君は騎兵から衛星の操作を。限定的ではあるけどね。そしてそれが可能なのは私が如月富だから。お、宇宙計画の第2段階を設計したのは彼女。テラフォーミングの研究者だったの。彼女の記録よ。2188年2月8日、報告は昨日の続き。シミュレートを行った。25回目のテラフォーミング。今回の焦点はタイプ 57B 惑星。人類は生存可能レベルまで1800年で到達。時間がかかった方ね。ここまでは問題ない。あとはそうね、森村博士の提案で司令船のシステムを更新したわ。司令船が最終段階の地上施設を監視する。施設の破損や不具合が発生する前に最終段階をやり直す判断をするためにね。博士の口癖、万が一に備えてよ。今日も仕事は順調。でも早く地上に戻りたい。
なのは。気になることを言っていたな。最終段階をやり直す。そう、もう本当に後がないの。どうなるんだ。まもなく司令船が地平線に隠れるわ。しばらくこのアクセスも切れる。何か策はないのか。ある。もうこれしかないと思う。何をすればいいの。ユニバーサルコントロールを変えられるとしたら、あなたたちだけ私を信じて騎兵に乗って。